はい、レザーチョニーのニコです。こんばんは。レザークラフトやってますか？いつも YouTube ご覧いただきありがとうございます。久しぶりっすね。もう1ヶ月ぶりぐらいになります。もうね、イベントとかでね、バタバタしてるんでね、ちょっと動画の方撮れないんですけどね、まあちょこちょこなんかこう、もうだいぶとね、動画ね上げてるんですよ。僕何本ぐらい上げてんねやろ。まあね、喋るネタも実際ないっていうのはね、結構なんですよね。結構いろんなこと喋ってきたんでね、なので見返していただいたら嬉しいなと思うんですけどね、まあでも新しく思ったこととか、まあこう再度言いたいなと思うこととかあったら、もう動画にしていこうかなと思ってます。で、今日はですね、ロゴデザインについてお話ししようかなと思ってます。よろしくお願いします。あ、先にですね、ちょっと告知させてください。もうイベントね、毎週出てるんですけど、今月なんかはもう2週間連チャンで土日出てたりします。で、あ、ちょっとお待ちください。はい、ちょっと荷物が来たんで、そうですね、2週間連チャンとかねあったりするんですけどね、2週間連チャンで土日出てたりしてます。うん、でね、今週はね、土曜日、まあもうゴールデンウィークも入るんでね、あれなんですけど、土曜日、京橋の、前大映があった、まあ大阪の人しか分かんないと思いますけどね、とこでなんかね、ちょっと開けた感じになってるらしいんですよ。そこで何だっけな、角打ち角打ちフェスタっていうのがなあって、初めての試みみたいですけどね、11時から19時まで、ちょっとね長丁場なんですよ。僕ちょっとね、夜のね感じ好きなんですよね。暗くなってこう明かりが灯ってみたいな。で、まあまあ急でしたけど、ちょっとね応募したら、受かったんで、そちらの方に出ようと思ってます。お近くの方はぜひね、京橋なんでね、結構大阪の人やったら来やすいと思うんで、そちらの方出ようかなと思ってます。それとですね、お店の方が、ちょっと営業時間とか変わりまして、営業時間が前3時から、9時までやったんが、昼の1時から8時までになりました。で、お休みの方もですね、月曜のみやったんですけど、月曜と今水曜お休みになってます。まあ水曜はね、工房日っていうので、まあお店来てますけどね、基本お店来て、がっつりと作業してたりします。あとですね、だからイベントも、まあ基本はイベントね、日曜のみとか片方にしようかなと思ってるんですけどね、まあ続く時はまあ続くんですけど思ってます。で、一部作品値上がりしてます、4月に入ってから。イーグルキーホルダーが2000円になったり、まあまあほんまね、ちょっとしたあれなんですよ、コインケースが2000円になったり、そんな感じですかね。まあちょこちょこ値上がりしてるって感じです。では、ロゴデザインについてお話しします。まあロゴデザインってね、前にもお話したんですけどね、なんかこういう風にハンドメイドやったら、ロゴデザインとか作りたいじゃないですか、自分だけのね。なんかね、そんな売れるか売れへんか分からんけど、僕もね、そういう憧れというか、なんかブランドとかのロゴがバーンってついてるのとかね、憧れやったんですよ。でね、すぐ作りました。はい、ロゴデザイン、だって名前作るぐらいやねんから、ロゴデザインね、やっぱ作るじゃないですか。あ、でもね、一番最初のね、ロゴってね、ほんまにジョーニー E だけで、J-O-N-N-E-Y だけやったんですよ。でね、それをちょこちょこ押してたんですけど、ふと思った時があって、カードケースとかって、例えばジョーニー E って入ってたら、ジョニーって会社の人なんですかみたいな感じになれへんかなと思って、ふと思ったんですよ。と思って、でなんやらかんやらしてるうちにね、入れんのどうかなと思って、特に目立つとこにはね、入れなくなりました。でね、まあそのジョニーを18年ぐらい前に可愛やり出して、すぐに作って、シンプルなねやつを、で2009年ぐらいかな、
違うな、2019年4年ぐらい前に、新しくね作り直したロゴがあるんですよね。皆さんはそっちの方がね、知ってるんちゃうかな。これバテにちょっとイーグルっぽい感じと、太陽で、ここハンドメイドショップレザーアーツ上にメイドインジャパンって入ってるんですよ。これ新しく作った方で、なんかロゴかっこいいのがっつりしたのを作りたいなと思って作ったんですよ。ただこれもあんま入れてないです、僕。うん、あんま入れてないですよ。入れてほしいっていう方にはもちろん入れますけど、やっぱりね、なんやろ、ロゴデザインで作品、僕の作品って分かるよりも、もう見ただけで僕の作品って分かるような思いで作ってるんで、入れなくてもいいんじゃないかなと思って、あんま入れないです。実際ね、また後でね、こうお店の作品見てもらってね、ほんまに入ってるか入ってへんか見てもらおうかなと思うんですけど、そうなんですよ。でもね、どっちでもいいと思います皆さん。僕はたまたまそういう考えなだけなんですよ。ロゴを入れて前面に出すよりも、ロゴデザインがなくても僕のデザインってわかる、レザーチチョニーやなってわかるようなこう気概で作るっていうタイプなだけで、でも皆さんね、ロゴにはいろんな思いがあると思うんで、それを一つ一つ打ちたいという方はそれでいいと思います。でね、その場合ロゴってね、やっぱりね、多少シンプルな方がいいんちゃうかなって。まあこんながっつりしたもの作ってますけどね、その作品を壊さんようなロゴ、たまにですよ、たまにね、やっぱり僕もいろいろ見てて、このロゴいるかなって思う時あります。派手な、ブランドとかでもあるじゃないですか、これこんなにねロゴベタベタしひんかったら欲しいのになみたいなやつ。逆に言えば、このロゴが、このブランド名があるから、この形、この素材欲しいねんけどなっていうやつあったりするじゃないですか。なのでね、そこも考えた方がいいかなと思いますけどね、ロゴデザイン。財布とかはね、あ、これ前のやつか、ほらこれ前のやつでジョニーだけなんですよ。これが基本的に、だからベルトも後ろの方とかね、折り返した後ろの方とか、これとかも入ってるかな。あ、この辺とかまだ最近なんで、こっちの方、この中やったらね見えないんでね。あとそうですね、もう新作のこのコンパクトウォレットなんかも入ってないですもんね。あ、僕のコンパクトウォレットにはね、焼き印で後から入れたんですよ。あ、じゃあ持ってきましょうか。これ僕のコンパクトウォレットで、ヘビー側こんな感じに焼き印で後から入れました。金具外してね、こういうのはなんかかっこいいと思うんですよ。でしかもこれど真ん中じゃないんで、こうやってチラッと見える感じなんですよ。こういうのはおしゃれかなって、まあ僕のね、感性ですけど。あとね、そうですね、なんか OEM とかもたまにやったりするんですよ。そういう時だからやっぱりロゴね入れれないんで、だからロゴ入れないこともできますよって。あ、ほんでね、コインケース三角のコインケースにはロゴ入れてたりします。で、あれはですね、例えばワークショップの場合、あれを入れてることで、子供とか、やった方、ワークショップをやった方が持ち歩くじゃないですか。その時にこう説明できるじゃないですか。あれ、それどないしたんで、自分で作ったんよ、みたいな感じで。で、このロゴのレザーアーツ上に、あ、調べよっかって携帯でね。こういう流れになるかなと思って絶対入れてます、あの辺は。そうですね。その代わり、キーケースとか、イーグルとかにも入ってないですね。まあ、あの辺とかはね、イーグルなんかも見ただけでね、まあ、うちのやつってわかるし、最近ならもう、
イベントとかで買ってくれた人にはね、もうあの、なんていうの？ショップカード。あれをね、もう絶対つけてるんで、あれを持っていただいてるんちゃうかなと思うんで、あの、やっぱりね、口コミが一番こう大事だと思うんで、こういう商売って。なんで、あの、逆にロゴを入れないっていうのもありますね。うん、こんな感じかな。まあ、ロゴはね、そう、あの、皆さん、まあ、自分が入れたいと思うんやったら入れてもいいと思うし、うん、僕みたいな考えの人は、うん、入れなくてもいいかなと。まあ、入れたり入れへん方にどっちでもいいってかって感じですけどね、僕の場合。うん、入れてって言われたら入れますんでね。うん、まあ、ロゴをね、ちょっとね、いろんなとこでこう話になってると思うんでね、あまり惑わされず、自分の考えでやったらいいんちゃうかなと思うのが、ニコ的視点でした。はい。またこういう話もしていこうかなと思いますんで、よろしくお願いします。いつもありがとうございます。ん？ご視聴ありがとうございました。では。シルバーはね、このオリジナルシルバー、これ裏側にはジョニーって入ってたりしますね。こういう、うわ、分かれへんな、ジョニーって。分かるかな、ここに。ジョニーって入ってるんですけどね。あとね、ほんま。入ってるようなんね。まあ、だからコインケースはこんな感じで入ってます。で、この前までの、ね、この辺のほらコインケースも入ってるでしょ。タオルケースはもう絶対入れてないですね。うん、入れる必要ないかなと思ってます。ほんと入れてないですね。あ、ね、前やってた手帳型はね、後ろ入れてましたね。カバンとかも中のポケットとかやったら入れたりしますね。でベルトはね、あ、これ分かりにくいな。こうやってシンプルな方、前昔の方を入れてます。あ、ほらこんな感じになってます。これですね。でロゴね、前回は10年ぐらい使ってたけど、またね最近変えようかなって若干思ってますけどね。まあ皆さんも考えてみてください。では